はい、皆さん、こんにちは。ググリチャンネルへようこそ。このチャンネルでは気になるテーマについてひたすらググる様子を実況中継していきます。音声だけでも楽しめるので、ラジオのように流しっぱなしでも大丈夫です。では早速参りましょう。今回のテーマはこちらです。サントリーですね。このシリーズは、人気企業上位50社の IR 資料を解説してみた。っていうテーマで発信しております。で、今回扱うサントリーさんは皆さんご存知、飲料ですね、清涼飲料を扱っている会社さんでございます。で、今回はサントリーの家賃補助とかいろんなブランドを実は買収してるっていうテーマについてググってみました。というわけで早速参ります。で、これ就活生向けの情報なんですけども、調べてみたらですね、福利厚生がめちゃめちゃ充実してるっていうことなんですね。で、なんと家賃補助が年間140万円もらえるそうなんですよ。で、これってまあ単純に1ヶ月あたり12万もらえるわけですよね。で、12万あれば、まあかなり東京都内でもいい部屋に住める。っていうのは、まあ僕自身結構部屋見ることが多いんですけど、12万もあれば、あ、これいいなと思える部屋に絶対に住めます。というわけで、かなりめちゃめちゃ補助が充実してます。で、この、まあ、年間140万っていうのは、あくまでその、ネットの口コミで見た情報なんですけども、僕が知る限り、サントリーさんより、家賃補助が出る会社っていうのはないので、まあ、かなりすごく福利厚生充実してるなっていう印象を受けました。はい。じゃあ、今度は扱う商品について見ていきたいんですが、有名なのはこちらですね。天然水、イエモン、ペプシコーラ、グリーンだから、まあ、CC レモンとか、オランジーナとかね、そういった皆さんも一度は飲んだことある、ブランドがたくさんございます。で、お酒で見ていますと、金麦とか、ウィスキーとかね、で、みんな大好き、ストロングゼロとか、あと、ホロ酔いとかも扱ってます。これら全部サントリーの商品になってます。で、注目していきたいのが、その、海外にも結構事業展開してるんですね。で、まあ、東南アジアの方を目を向けてみると、このスティングっていうエナジードリンク、これ実は2019年5月に日本に上陸しております。っていうのを、ま、展開したりとか、あと、T プラスっていう、これま、お茶なんですけど、僕タイに一人旅行った時に、実際にこれ見かけました、コンビニで。めちゃめちゃ置いてありました。っていう感じで、まあ、東南アジアにも商品を出してます。で、ヨーロッパの方にも展開しておりまして、まあ、これ、みんな大好き、オランジーナとか、まあ、この右の二つね、オアシスと、もう一個の、この、ルコゼードでしたっけ？ルコゼードについては知らないかもしれないんですが、こちらがヨーロッパでの主力製品になってます。で、これそもそもなんでオランジーナがあるかっていうと、実はサントリーが2009年に3000億円で、オランジーナを、まあそうですね、オランジーナを売ってた、その元々製造してる会社を買収しました。で、他にも、今紹介した一番右にあるこのルコゼードっていう商品を扱っている会社も2013年に2100億円で買収してます。こんな感じで、まあ、IR 資料を見てみて、感想としては、まあ、すでに日本にある、まあ、イエモンとか、グリーンだからとかを海外に持って行ってそこで売るっていうよりかは、もともとその地方、海外に展開してるブランドをそのままお買い上げしてそこを伸ばしていくっていう手法を取ってるんだなっていう印象を受けました。はい。で、実際に主要ブランドの販売数量を見てみますと、まあ、日本はね、サントリーの天然水が一番売れてます。で、ボス、イエモン、ウーロン茶、ペプシー、グリーンだからと続いてます。で、欧州、ヨーロッパですね、のを見てみると、さっき言ったオランジーナとオアシスっていうのが、売り上げの結構な部分を占めてるという形になってます。はい。でした。というわけで、サントリーの IR 資料を解説してみました。就活生にとってはですね、そうですね、あれですね、家賃補助が結構出るって美味しい情報なんじゃないかなと思います。今紹介したような飲み物をですね、コンビニ行けば見つかると思うんですけど、まあ、この飲み物ってどこの会社が売ってるんだろうなっていうのを疑問に思うだけで結構ね、ただ買い物するだけでも学びがあると思うので、ぜひ実践してみてください。というわけで、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter やインスタではテーマ募集してますので、ぜひ、送ってください。ブログもチェックよろしくお願いします。というわけで、ググリチャンネル今日もありがとうございました。それでは皆さん素敵な一日を。さよなら。